明治2年、東京横浜の電報事業に始まる日本の通信技術史。それぞれの時代に生み出された技術とともに、資料や教科書では読み解くことのできないものがある。例えばマイクロ波通信。どんな状況でも研究を楽しむという冒険心があったという。仕事が楽しくないと思ったことはないですね。いつも楽しかったですから、嫌だと思ったことは一度もないです。当時を生きた人の思いとつなぐことへのこだわりが、現在もなお通信技術をその先へ進める糧になっている。戦後日本を象徴する文化となったテレビ放送。それを支えたのは電電公社のマイクロ波中継だった。1950年頃からテレビ局間をつなぐ中継の必要性が急速に高まり、1954年、東京、名古屋、大阪を結ぶ 4GHz 帯マイクロ波中継線が完成した。その後、マイクロ波中継は瞬く間に日本全国へ広まり、テレビ同時放送や電話の普及に大きく貢献した。マイクロ波中継の研究が芽吹いたのは、1952年の電電公社発足のさらに前、逓信省時代に遡る。近藤昌司と申します。で、1948年の入社でございます。入社当時の組織名は逓信省電気試験場だったです。その後電気通信省になったり、それから電電公社になったりして、私の学生時代というのは、旧制中学の時ですけれども、入学したのがアメリカとの戦争が始まった年なんですね。それから4年生になった時に本格的な動員が始まって、工場に行くことになって、もう中学校の学校に行くことがもうなかったんですね。英語の授業ではなんかスプリングハズカムっていうのは習った。それ以後は習ってないですね。その後高専へ進学。在学中に終戦を迎えるも、混沌とした世の中はしばらく続いた。私高専を3年で卒業したんですが、あんまり勉強してないんですよね。ですから基礎知識も何もない状態で電気試験場に入ったんです。ハードウェアをいじることを楽しんでいて、レポートなんかあんまり書かなかったんですよね。ですから上司から判断すれば落ちこぼれだったんだと思います。そういう状態でそのデジタルマイクロ波の研究グループを結成することになったので、近藤には目先を変えてやったらまた何か芽が出るかもしれないという、上司の思いやりがをいただけたんじゃないかと思います。そこから多少の勉強をしたんだと思います。1949年、国産のマイクロ波方式の開発実用化が重要課題となった。前代未聞の国家プロジェクトに駆け出し時代の近藤さんも参加。後のテレビ中継という華やかなニュースの裏で、さまざまなエピソードが生まれていた。その時に私の担当分野は電波の変動を測るということだったんです。日本の国内でどういうことになるのかというのは知識がなかったんですね。ですから最初はもう闇雲にあちこちで測ってみると、山に登ってですね、連続1ヶ月ぐらいで、機械も不安定で時々外れたりするもんですから、3交代で夜も監視をすると、機械の重りをするということですけれども、そういう状態だったですね。闇雲に始まった現場調査、その活動範囲は研究者の域をはるかに超えていた。もう小屋を建てることをやったりですね、それから鉄塔を建てるのを手伝ったり、これは名古屋の建設予定地なんですけども、塔を建てるのを手伝って一緒に参加してやったんですけども、転倒したんですよ。上を見ながら避けるために走って逃げて、あやふく命拾いしたという。後世に残るあるテストも誕生する。
琵琶湖を渡る海戦がいるんじゃないかということで、あのテストをしたわけですけれども、大野井から送信した電波を比叡山でのてっぺんで受けると、普通だったらばそんなに手間をかけないで電波が受かるのに、いくらやっても受からないもんですから、どうしようと、ああだこうだということを言ったんですけども、あるあの同僚のある一人が、鏡で太陽の光反射させたらどうだということを提案して、でも60キロの距離で鏡で見える文化と、まあダメ元でやってみようということで、天気のいい日にやってみたらピカッと光るんですね。あの木のこっちの右側の方に向ければいいんだということで、やっと受かりました。これをこう目標のところをこう見ながらですね、こうやってゆっくりこうして、あ、来た あれか、あれだあれだ、あ、すごい。で、あの誰かがそれをミラーテストにしようと、そういう名前にしようということでつけた名前が、たまたまですね、私あの信州大学に今から35年ぐらい前にいた時に、遠隔講義システムを建設しようということが持ち上がって、マイクロ波で長野県下のいろんなキャンパスを結ぶと、工事会社の人と一緒に中継点を見るのに選定するために、あの山登りをして鏡をやってたんですね、ミラーテスト。建設工事会社の人に、わ、これはあの私たちが発明したんだよということを言ったら、と言って驚かれた記憶があります。あの今でも使われてるかどうかわからないと言ったら、あの資料館の人が、あのネットで調べてくれて、今でも使われてますよということを言われたんで、ああそうかという具合に思いました。調査当時はまだ知見が乏しかった日本のマイクロ波通信技術、心もとないハードウェアで落ちこぼれと呼ばれていた近藤さんは大活躍する。その受信機の、特性もあんまり良くなくて、から安定度もあんまり良くなかった、なんとか安定にいかないかということで、いろいろ実験をして、最後は自分で一式全部作り直したりしたんです。電波の変動の、解析をするとかいうことになんとなく興味がいかなくて、ハードウェアをいじることの方が楽しかったんですよ。自ら汗を流すという姿勢はキャリアを積んでからも変わらない。近藤さんは40歳の頃、 NASA の実験衛星を用いた研究にハードウェアのプロジェクトリーダーとして参加。そこでもブロック同期をするマルチプルアクセス方式というのをですね、そんなハードウェアはもちろん存在しないもんですから、まあ手作りするしかなかったんですね。これぐらいのユニバーサル基板の上にトランジスターでハンダ付けをして、自身の手で未知の領域へ挑んでいく近藤さん。このプロジェクトは日本とアメリカの大陸間3局を TDMA でつなぐ SMAX 衛星通信方式に成功、世界初の快挙だった。駆け出し台は理論の裏付けなしにこうやったらいいよというアマチュア的な考えでやってました。その過程でですね、ある程度その理論武装をしないとシステムができないんだということを体験して、勉強して種は仕入れていたもんですから、スマックスをやった自分には、まあ、研究者的態度でやれるようになってましたですね。自分自身が成長したんでしょうか。そうですね、若い人たちに言うとしたら、何でもいいからどうしたらいいかっていうのをいつも考えなさいと、そこの環境に安住してたら進歩ないんじゃないんですかということだと思いますが、考えてなかったらひらめきも出ないと思います。戦火を切り抜け、たくましくゼロから学ぶ情熱と自らの強みを信じてひたむきに走り続けた近藤さんの成長は、まさに戦後日本の通信技術の歴史そのものかもしれない。
さあそんなことも考えたことないですけどね、仕事が楽しくないと思ったことはないですね。いつも楽しかったですから、嫌だと思ったことは一度もないです。